全国8000万のアダルティーの皆さんもお待たせいたしました。バイオハザード市場の中でも最もパンチラまみれた回でございます。ということで、こんにちは、ブルーホースでございます。今日もね、かき切ってバイオハザードまあ、噛むというのはもう毎回お約束ということでね、やっていきましょうか。はい、ということでね、まあ、前回はなんかちょっとフライングダイナソーをなんかこのエセ USJ でやったですね。まあ関西名はユニバって言うんですけど、うん、まあ関東人は USJ っていうみたいですけど、ね、TDR、TDS みたいな、そんな感じですけどね。まあまあね、最後までね、ご視聴いただけたらね、もう本当にこの回に関してはもうただただ、ただただもう、ひたすら今からここにいる JD でね。今の多分ブラウザバックボタン押された数が半端ないかもしれないけど、JD が、もうパンチラの嵐をね、お見舞いするというパートになっているんで、もうぜひね、そういうのが大好きですよ。もうおかずが欲しいんですっていう方はね、露骨だな。露骨すぎるな、今の言い方はな。よろしくない、よろしくない。まあ、そういうのが好きなっていう方はね、むしろこういうのじゃないと興奮ができないっていうね、特殊なジャンルっていう、特殊映画は別に僕はいいんじゃないかなって思うけどね。だって、なんかさ、時折さ、なんか二次元、でさ、漫画なのかアニメなのかとか、そういうの違う、 3DCG なのかっていう違いはあるかもしれないけどさ、要は現実世界において興奮できる材料がなかったら、それはそっちに走るわなっていう、まあ、それが本当に興奮できないのか、それとも現実世界でその人たちをこう相手にするのが、まあ、ちょっと精神的に怖いからね、二次元の方がいいっていうね、一定多数の人数っていうのはいると思うし、そこは僕は別にいいことなんじゃないかなと思うけど、ちょっと待って、あれ。なんかどっかでウェイウェイウェイ言ってる存在がいるんだけど、どこだ？いる？あ、いたいた。はい、終わり。うん。っていうとこなんでね。まあまあまあ、そんなことも言いつつ、はい。じゃあまあ今から行きましょうかね。はい。皆さん、もう、待望の、ですね。まあ、大変長らくお待たせいたしましたと。まあ2分半はね、ただの前座というところでね。これですよ、これこれ。そうだ、ただのパンチラだけじゃなくて、ほら、見た。これプルンプルンするんですよ。プルンプルン。開けると、捕まってしまうんで、ちょっと待ってね。まあ、プルンプルンポイントは、ほら、プルプル揺れてるの分かる？スカーツの方じゃないですよ。ミサイルの方見てよ、ミサイルの方。拾っていってと。まあまあ、これ本当にね、全編通して、上も下も、もう、お祭り騒ぎで、わっほいわっほいっていう感じのね、パートになってるんでね。で、こいつがね、意外と鬱陶しいというか、燃やせないというか、ただの変態というかね、チラッと、これが見えるより見えない。はい、燃えてて。燃えている間に、そう。で、拾うもの拾って、で、問題はね、この次燃やすことができれば、まあ、なんとかぶちのめすことができるんじゃなかろうかと思っているんだけど、あ、無理だった。はい。ごちそうさまでした。次行きます。あ、無理。あ、もう、もう本当に視聴者以上に興奮してる変態、ハゲ、チャビンがいるから、もうちょっと、ほら、プル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 。これ多分ね、ゲームキューブではね、搭載されてなかったの。やっぱスチームくらいのその、画質になったから、いけるあれだと思うんだけどね。ということで、おい、気づいたら落としじゃない。お寿司、燃えろ。ちょっとだけ回しておいて、で、今燃えて立ち上がってきた頃なんで、もう一回燃やすと。うん。まあね、興奮冷めやらぬということで、物理的に、もっと熱くなるっていう感じですね。で、ラストだね。これ、あ、そう。こいつがまあ、チラチラ向かってくるから、その間に僕はおっぱいプルンプルン。さっきまでミサイルとかぼかしてたね。もう最終的にストレートに言ってね。あはもう、あれだね。こいつ興奮しすぎてラリったな、ついにな。うん。ということで、あ、なんかお金落としてくれたね。なるほど。閲覧料でございますね。で、スピネルと、あれ、ちょ、振り返る時のプルンプルンも半端ないの、ほら。ね。向かってくるアングル、エロいな。いやー、まあもうこのためにバイオ4やってるようなもんですからね。まあ果たして RE4 がね、もう今月発売するけど、どのくらいエロ要素を感じられるかだよね。RE2 とかさ、RE3 とかでさ、まあジルとかクレアとかさ、まあ巨乳は巨乳じゃん。だけど、揺れる感じでいくと、なんか本当にそれにパッドなの？それとも、あるいはスポブラでもつけてるのくらいさ、なんかカッチカチだったからね。まあ最近、昨今なんか規制が厳しいみたいな話はよくあるから、
ップの、まあ当然パンツが見れないとかもあるけど、でもモッドで結局さ、もうなんかもう先っぽおまみちゃんまで見えてくるくらいのさ、なんかモッドとかも出てるくらいだからさ、それは当然おおいいねいいねいいね、プルンプルンプルン、ちょ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 っと待って、もう一回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 、あれもう無理、あ無理か、残念でした。あの気になる方はまた戻ってプルンプルンタイムを見ていただけたら、ゼリープリン、そう、まあ、あの残念ながらね、あの先っぽ、ああもう何でいかせんのら、ちゅっちゅ、もう一回 見たい、もう一回見せてあげる、ほらプルン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 、こうさ、こうかかとをついた瞬間にプルン、かかとをついた瞬間にプルンってなってるもんね。昨今はさ、どんだけ話戻せねえってね。まあでも、おまめちゃんまでさ、見せてるんで、まあ残念ながら YouTube でそういうのを見ることができないんだけどね。まあなんか、あの、それっぽい、なんか、動画を配信してるサイトなんかを調べてみると、なんかあったりするっぽいけどね。ここでも見れるんじゃない？ここ、ギリギリプルンプルン、ギリプルンやな。ギリプルーン、無理やな。ちょっとここは難しかったね。くるっと。くるっとじゃねえや。ガシュッとやな。で、振り返って、撮って。で、ん？あれ？押せ、あれ？ボタンを、あ、これ戻ったことによって一回あれか。なるほどね。そういうことが。オッケーオッケー。で、押してスイッチ。で、これでオープンセサビー。で、こっちが閉まると。しちゃいきましょう。まあ、実際、どうなんだろうな、バイオの歴代ヒロインっていうのをガチで、例えばカプコンさんとかさ、公式みたいなものがさ、こうランキング形式とかで取ったらどんな結果出るんだろうね。まあ前もね、いろんなところで僕話したことがあると思うけど、バイオ6のシェリーとか、まあバイオ4のこのね、おお、ここでも揺れる、アシュリーとかね、なんかあのショートカットが好きなんで、そのジルとか、ジルもその5のジルはね、うん、まあ、金髪は似合ってるけど、やっぱりなんだかんだはリメイク版のバイオ1のジルが好きなんですよね。あとまあジル3とかね、ジル3ってなんだ。スーパーサイヤ人みたいな言い方だった。うん、だからね、そういうのが好きだったりするんですけどね。まあ、RE3 のジルよか、バイオ、元祖バイオ3のジルの方が好きかな。まあ皆さんね、あの、好きなヒロインキャラ。まあヒロインキャラって言ったらなんか絞られてくんな。まあバイオの好きな女性キャラね、絞ってじゃないか、好きなキャラがいたら、ぜひコメント欄なんかで教えてもらえたら嬉しいですね。ぜひそこの談義を、ね、盛り上げていきましょう。ということで、さあどっちから来るのかな、多分正面から来るんじゃないかな。来た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 、危ない危ない危ない。で、振り返っといて、そう、これがね、あの、意外とね、やっちゃうんすよ。うん。引っかかると本当に進めなくなるからね。さあ皆さん、待望のおパンツさん。あちら？一発目。二発目。今危ない。危ない。間に合わないかと思った。うん。間に合わないと、あの、中ででね、うん。出しちゃいけないところに出しちゃうことになるからね。で、これを、そう。ここ閉じとくと、来れなくなるの当たり前なんだけど、今までやってなくて結構切羽詰まった感じでやってたんだけど、 OK、 あれ3発目。いやー、ほんと皆さん需要競争がたくましいようで、ようござんす、ようござんす。はい、ほんとここくぐる前に、まあ、プルンプルンタイムちょっとお見せしつつ、音すごいけどもう来てんのかな。あ、めっちゃ来てたわ。うい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 、それが届いたら私の服ビリッてブリるよ。残念でした。こちらにスイッチを押したとって何もならんだ。そうだよね。うん。ここが開くだけだもんな。よし。じゃあ、開けて。プルン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 。ちょっと遠いよな。もうちょっとなんか近く。あ、でもいいな。いいな、いいな。うん。ディッシュ。まあ、でも実際さ、そのちょっとぽっちゃりめの子が好きとかさ、あの、あるいは、あ、ここがベストアングルなんじゃないか。ほら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 、はっきりわかんじゃん、はっきりはっきり。これはあれだよ、本物父だね、本物父。 RE2 とか RE3 のあの肩パッドじゃなくて、すごい肩パッドではないか。うん、いいね。横から見たプルンプルンもいいね。はい、あの、もうそこリピートでぜひ皆さんご覧くださいね。そう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 、あれ何の話でしたっけ。
なんか忘れちゃった頭の中にもピンク畑になっちゃってる、ピンクのお花畑みたいになっちゃってるから、大して何の話をしたのかって全くもって思い出すことができないっていうね。はい、じゃあこの登っていきましょう。カッコンカッコン、ベーコーベーコー。で、もう右行って、まあもうでももう間もなくね、前編通してのね、あのおっぱいタイムがもうちょっと終わっちゃうというね。まあ次回またミサイルが見たいという方はね、どっかで多分なんかまあやると思うんで、はい、じゃあここやっていきましょうか。じゃあここで感動のエージェントとの再会ということでね、まあ最後にプルン、あ、くそ、ちょっと遠目プルンプルン、遠目ミキプルン、はい、ということで本当にあの くだらないですが、あの最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひね、あのチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してね、あのこの今回の回アシュリー最高だったよってコメント残していただけたら嬉しいです。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。また次回明日お会いしましょう。ではね、バイバイ。